学生チームらしく元気と笑顔あふれる演舞を披露したいと思います。それではお願いいたします。会場にお集まりの皆様、こんにちは。我々法政大学よさこいソーランサークル東洋連と申します。学生チームらしくあふれんばかりの笑顔と声でこの駅前メイン会場を大いに盛り上げたいと思いますので、どうかお手拍子を心拍子よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは参ります。はっ。たとえ世界がセピア色に染まっても、俺たちが全てを照らし出す、きらめく新たな光となれ。包容連2017成功。何度この曲を聴いたのだろうか、何度この背中を見たのだろうか。いつだってこの演舞は俺たちに力を与えてくれる。ド派手に決める準備はいいか。包容連15回目参ります。右にも左にもみんなの姿があることが、でもそれは当たり前なんかじゃなくて、やがては終わりが来てしまうことだから、勇気を出して前を向いて一歩ずつ歩みを進めよう。それでもあなたが立ち止まってしまうのなら、何度でもこの手を差し伸べよう。二度とはないこの時を、あの太陽よりも熱い心で、この空よりも壮大に、池袋を照らす一筋を光となれ。まだまだいけるよな。さあ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 
見てくださったお客様に最高の笑顔でありがとうございました。はっ、高揚連撤収。法政大学よさこいソーランサークル高揚連の皆さんでした。ありがとうございました。続いてはラフリウムの皆さんです。笑顔とありのままにが合言葉の期間限定のチームです。初参加のこのお祭りでたくさんの人を笑顔にできればと思います。それではラフリウムの皆さん、はい、どうぞ。皆さんこんにちは。